ハローアースノイド。久我ヒロトの過去が辛すぎるに対する、ネットの反応をお送りするよ。ネトゲで出会って好きになった女の子に突然自分は人間じゃないって告白されて、このまま自分が存在すると世界がバグまみれになって崩壊するからって、二人で作り上げたガンダムで解釈をお願いされて、最後に妹を助けてほしいと残されたのに妹を消す側に立たされて、目の前で自分と同じような立場の男にイブの妹を助ける奇跡を見せつけられて、嫉妬と憎悪で引き金を引いただけじゃん。歴代でもキラやフリットも似たようなお辛いことになってるし言うほどでもないよね。改めて文字に起こされるとこっちも吐きそうになるわ。戦争のない世界でゲームから一点いきなり、それ並みの地獄に放り込まれて考える時間すらもらえないという悪夢的展開。ヒロト忘れた。忘れたのにフレディたちの村は NPC と思ってるのにちゃんと守ろうとする。バルが悩んでるのを察して声をかける。風見からの通信を一方的に切るもののその後謝罪。いろいろと隠しきれてないんだよな。イオとかヨナと比べられるレベルなのはおかしくないかな。ヒロト、イオ、ヨナ、ガンダム主人公悲しい過去四天王の三枠まで埋まる夫人。なんでリアル号してる人たちと比べてんの？あの、原作ガンダムシリーズのキャラと並べられる時点でおかしいんですけど、いいんすかこれ？だからなんでホビーアニメの主人公がリアル戦争作品主人公の中でも、特にお辛いやつと比較されるレベルの業を背負わないといけないんだよ。そいつらはガンダムの主人公なのだよ。一般人に悲しい過去はお辛いんです。アニメとしてガンダムを見てきた少年に本当にガンダム主人公みたいなことをさせてはいけない。ネトゲ上の出来事がガチで戦争してる世界と比べられる時点でおかしいんだわ。常駐戦場の兵士より、日常と戦場が混在するドローンパイロットの方が、簡単に精神が破壊されるのはアメリカ軍が実証済みなんや。前線から本国に戻る時も飛行機より、船で時間かけて戻った方がメンタルやられにくいって話もあるね。まだ遊びたい盛りの子供が、こんなとこで、こんなことをしちゃ、いかん。子供が、戦争するもんじゃない。もうほぼアナザーガンダムだよなリライズって。アルスが GBN に進行したシーンはログアウト不可能だったら完全なアナザーガンダムだった。配信当時はその内容から視聴者から令和のファーストガンダムと言われていただけのことはある。キラってその方向に辛い要素あったっけ？助けれなかったのはあるけど、助けられた他の人間見るとかないような大体他も死んでるし、屈指の差別世界で、一番身近な友人らにすら無意識差別食らったりとか他であったか。助けられなかったは結構あるけど、数日後に同じ境遇の子を助けた奴がいたはなかなかない。まあ一番はこれよな、自分は無理だったのにってなる。自分の成功例をお出しされるとか辛い。陸が生んだけの男じゃないからこその対比がすごくいいんだ。クロス界で小林雄介さんが陸らしさを出すために気合い入れて演じたと語っていたしな。陸だけでなくダイバーズ全員で限られた時間内でできることを可能な限りやったからね。まあ、ヒロトにはその時間すらなかったんだが、たびたび言われてるが、一緒に悩める友達がいたかどうかが大きいんだよな。約束を破ったのに何も得られなかった。プラスそもそも人死になんて間近にない世界観の組み合わせは唯一無二じゃない。というか、ヒロインを自分の手で送るということ自体がガンダム世界でもないことじゃないか。明確な殺人かつ、思い人とか創作界隈でもかなりショッキングだからな。で、データの海に帰っただけだから、最終決戦では隣にいたし、なお、ヒロトからは認識されていない模様。一応神優野心って例はある、あるが。ああ、そうか、それがあったか。どっちもかなり好きなのに記憶からすっぽ抜けてた。それでもヒロインからの要求ってのは結構レアだよね。散々言われてるけど、自己紹介で元アバロンデビルドダイバーズだったとか付加した風見、ガンプラにも心があると信じているパル、実はエルダイバーだっためい。自分たちをビルドダイバーズと呼ぶフレディ、どいつもこいつもヒロトの心をえぐってきやがる。ヒロト自身がログアウトした時にコアガンダムにお疲れって優しく語りかけてるし、パルに関してはそこまで地雷ってわけじゃないと思うんだよな。イブとの思い出って基本的には大切で幸せなもので、だからこそ辛いって類のものだし、
イブの思い出にかすったら全部アウトってわけじゃないでしょ。急なんでドートレスとウィンダムを使ってくるの。エアー3にユーラベンのパーツをつけた場面の味方にいたから。旧アースリーのコピーなのになんで狙撃型なの。A ヒロトにとって忘れたい過去である第二次ユーシレン合戦のリミテッドチェンジ版をコピーしたから。人の心。ひっそり姿を消すこともできたけど、わざわざヒロト呼び出して目の前で自殺したのは、イブさん明らかに暗い情念ぶつけてますよね。死ぬんだったら好きな人の傷になっておこう系女子。健全な青少年が出会うにはちょっと重すぎるんだよ。実際あの人実年齢結構高いだろうしな。俺だったら多分一生解けない鎖になるわ。まあでも正直イブの気持ちもわかる。避けられないし自然死が待てないなら、思い人の手にかかるのがいいってのはそれはまあそう。しかも交流がヒロトとしかないからな。ヒロトに覚えてもらえてないと本当に自分の存在が消えてしまうっていう。メンタルゴリゴリでさすらってる時期なのに、何か落ち込んでるパルを見かけてよ。酔うってめっちゃぎこちないけど、頑張って接しに行って話を聞きに行こうとする。誰かのために頑張れるヒロトでいる。プラス9億、9999万、9999イブポイント。ヒロトの口調的に酔うとか言わないだろうし、何か無理してんのかなとか思ってたら、カルナが過去編で先輩してて一気に納得した。風見が地雷タップダンスしてくれたおかげで、立ち直る最初のきっかけになってるのひどいけど笑う。コアガンダムくんがいなければ本当に危なかった。ヒロトは大好きなガンプラが辛い記憶に紐づいてるのも辛いところ。美しいこれ以上の芸術作品は存在しえないでしょう。なかなかありませんよねガンダムの絶望顔。泥で涙とゲロを表現するなんてかっこ高骨。ロボットが涙を流しているような表現はいろいろ見てきたけど、吐いてるようなのを見たのはこれが初めて、美しい。侵略者たちが地球に侵攻してきて日向がさらわれ生体兵器にされる3期まだ、マジで3期欲しいな、お前の提唱する展開は曇らせにしても安っぽいが。じゃあ安っぽいついでにイブの意識が日向に入る展開で、それはいっそラブラブ天狂剣の前振りでは、3期やるならエルダイバーのゲームの中の戦争とか見てみたい。見返してみると2年後の第1話時点のヒロトはむしろほんの少しだけど前向きに立ち直ろうとしてるんだよね。2年間決して深入りはせずにヒロトを支えたヒナタの存在がでかい。Y は辛すぎて1話はもう見れないかもしれない。個人的には戦争の中の悲劇より日常の中の悲劇なこっちのがなんかきつい。戦争の中の悲劇みたいなでかい出来事だと苦しみを分かち合える人いるけど、この場合リライズ本編まで一人で苦しみ続けるのがきつい。ひなたはそばにいてくれたし、一人って言っても周りにはかなり恵まれてる方だよ。こうして文字に起こされると映画のミストのエンディングに通じるものがあるな。そりゃ吐きたくもなる。一般男子高校生が抱えていい闇じゃないんよ。リライズのすごいと思ったところはあんなに争って怒りや憎しみを持っていただろうに、最後はこれで終わりにしたことだな。